塩を沼に行きます。まず山水を少し外に出て、ここよりもちょっと内側に入って、長さは下の方を長く持ってきます。そしたら辺よりも少し下の位置から横、斜めの縦は同じ長さぐらい、この線の左寄りから立ち気味に、そしたら今から横広の口を描きますが、この縦幅は、上の方が広いです。横は上よりも下の方が広いです。斜めに内側に入っていきます。横、同じように内側に入って真横に止めます。